皆さんこんにちは、こうじろうです。令和2年、7月2日ですかね。お昼過ぎてますね。2時前ですかね。今日はね、ちょっとね、近くの海岸に来て、ちょっと昼ご飯、お弁当ですね、ちょっと食べて今くつろいでます。前々からね、ちょっとこういうピクニック気分で、来たいなと思っておりました。さっきちょっと郵便をちょっと、郵便局行って封書を届けてもらおうと思いましてね、郵便局行ってたんですけども、その郵便物をね、送るときなんですけども、まず切手を貼らなあかんと。日本の場合、世界もそうなんでしょうけど、とりあえず今郵便物って郵便、日本郵便株式会社いうのかな、郵政省じゃないですよね、ゆうちょ銀行か。そういう郵便局で出さなきゃいけないということで切手貼らなあかんと。でその切手が何ぼかわからないんですよ。例えば封書機を送ったんですけど84円なんですけどね、その重量を測ってその、封書を送るんですけども、どうしても 何円の切手貼っていいかわからないと。ということで、やっぱり郵便局にね、行かないといけないんですよね。それがまず面倒くさいし、無駄ですよね。郵便局なかったらどうするねんいう話で。で、切手も買わなあかんと。で、切手を売ってるところが郵便局か、コンビニぐらいですね。コンビニでもね、切手代って現金なんですよね。電子マネーとかダメなんですよね。だから、非常にこのやりづらいいうかね、なんかちょっと送ろう思った時にもさっとできないんですよね。ここは非常にちょっと、不便だなと思いますね。それはさておき、郵便局の中でも、その封書とかね、小包出すところが大体1箇所なんですよね。で大体その1箇所が混むんですよね。他のその例えば、官報とか、貯金のとこの窓口ってね、本当開いてるんですよね。でそこ職員さんも座ってるんですけど、特に何もすることなく座ってるんですよね。でその小包みのとこはね、やっぱり2人ぐらいでやってるんですけど、やっぱり今日もそうですけど、列がね、何人も列が ありましてね、並んでましてね。でやっぱり時間もかかってっていうので、本当にね、ちょっとした小包みやその封書ぐらいさっと出せないもんかなと思いますね。例えばどうやらね、封書もうそのまま投函して後で請求とかね、なんかちょっとそういったことがバーコードなりなんかできないかなと思いますけどね。後払いとかね、以前黒猫とかのメール便とかねあったみたいです。あれももうなくなったんですよね。あとは取りに来てくれたりね、なんかそんなんがあって、ポストに投函いうふうになってるんですけども、いろいろめんどくさいなと、今のね、令和の世、これだけ IT も進んできたのに、ちょっとね、お粗末だなと思いますね。だいたい郵便ができて100何年変わってないですもんね、言うたら1世紀近くそのまんまちゃいますかね、やり方としてはね。だから切
てをなくすなくさんっていうまたね二分した考えはまあこっち置いといてね、あれも非常にいい文化なんで、僕もまあ昔切って集めていたことあったんでね、それはそれでいいと思うんですけどもまあもう一つね、なんかそういう便利なようにしていただきたいなと思いますね。以上、まあ今日思ったことでした。はい、それでは。